ヘイ、アソです。ウォーフレームやっていきます。今回はね、シータスウィスプ集めについてちょっと話していこうかなと思います。まあ、結構ね、海外の方でも結構出回ってるんで、そんなに話すことはないのかなって思うんですが、とりあえずね、海外のウィキからちょっと引っ張ってきた画像があるんで、こちらご覧くださいということで、ちょっとね、この画像自体も古いんですけれども、ここのね、緑のぼっちポッチのところに、点のところになんかどうやらシータスウィスプが湧くらしくて、あと、なんかね、この表、この画像自体もそこまでなんか詳しくやってるわけではないみたいで、他にもね、湧きポイントが結構あるみたいなんですよね、シータスウィスプ。と、そこまで信用はならないんですけれども、この画像を見る限り、やっぱり、水辺の方でやっぱり湧くのかなって思います。で、野草もね、昔動画の方で一回見つけたんですけれども、やっぱりね、そのところも、水辺ら辺にね、湧いてたんで、ちょっと見つけていこうかなと思います。で、シータスウィスプとは何ぞやという話なんですけれども、結構ね、どうやら要求されるみたいなんですよね。なんで、ちょっと集めていきます。でね、このシータスウィスプ、どうやら、夜の場合だと、すごいなんか、湧く確率みたいなのが、上がるみたいなんですよね。なんで、夜に集めていくのが主流なのかな。でも、テラリストとか借りたいよね、その時間があれば。なんで、まあ、詳しいことはわからないんですけれども、ちょっと見ていこうか。一周何歩ぐらいで手に入るのかな。ちょっとなんか撃たれてない僕。ボンバリストに撃たれてる。あ、なんか、一発で倒した。すげえ。え？こんなことあるの？なんか、ボンバリストって、透明になりながら、なんか、よくわかんないけど、レーザーとか、点のビームとかやらないと倒せないんでしょ？あとね、このね、シータスウィスプ集めしてるときは、アイテムレーダーがかなり影響するみたいで、それ、やっつけた方がいいのかなって思います。なんだっけ？センチネルにつけるモッドとか、あと、なんだっけ？まあ、ウォーフレームにつけるアイテムレーダー2種とか、なんだこいつら？なんだこいつら？なんか HP あったけど、お。いや、アイテムレーダーのね、モッド持ってないから、ちょっとな、本当はつけたかったんだけどな。シータスウィスプ、前見つけた時もすごいちっちゃくてさ、すごい見つけづらかったんだよな。今回見つけれるかな。これ見つけれなかったらお蔵入りだぞ、この動画。やべえな。気軽になんか撮影しちゃったけど。こういうね、なんか水辺らへんにすごい湧いてるらしいんですよね。あー、これやっていく上でやっぱり、ボルトとかなんかスピード系、なんか言いなかった今。大丈夫？スピード系とか移動系のフレームが本当に向いてるのかな、これやるのは。おお、びっくりした。ふざけやがって。おっと、あったあった。よし、これですね。はい、こちらなんですけれども、はい。早く取らないとね、これ実はね、上に登ってっちゃって、消滅しちゃうんですよね、近くによると。なんでそこだけちょっと注意してほしいかなって思います。はい、とりあえずね、まだまだ見つけていこうか、探していきましょう。ありましたね。はい、こちら。よし。ん？シータスウィスプが2つ。あれ？リソースブースターかかってるのか、これ。もしかして。とわかんないですね。とりあえずね、こんな風に水辺を探していけばどんどん見つかるということですね、やはり。ちょっとね、収録時間が今めっちゃ長いことになってて、なんか修正されたのかなーって思ってたんですけれども、そんなことはなさそうですね。いや、よかった。これ、お蔵入りしなくてよかった。お、もう一個ありましたね。やっぱ水辺だな、本当に。ということで、取っていきましょうか。はい、こんな感じで。今、6個目かな。約一周、このね、大きい泉のところだけで、だいたい昼までやれば、6個ぐらいってことかな。もうちょっと探していきましょうか。はい。といった感じ。あれ？エクスカリバーのランクがなんかバグってますね。それはどうでもいいとして、シータスウィスプ3つ
3つじゃない、6つ集まりましたね。ほとんど魚釣りしていただけだけれども、まあこんな感じでね、やっぱ川辺、海辺に、やっぱり海はどうなんだろう、ちょっとわかんないんですけれども、やっぱりああいう池とかにやっぱり、うん、見つかりますね。ということで、そうだな、まあ PS4 の方に来たらまた、まあ見つけ方というか効率のいい集め方みたいな感じの動画また出したいですね。ということで、ヤスオでした。またね、バイバイ。